身の翼か。うん、それはいかにも何やら強そうな字面だな。蛮神、つまりは外の国から来たる神だな。それが有する翼か。かっこいいような気もするが。うむ、世の中に新たなる神の姿が湧き上がった。像の一つも作ってみよう。まあよい。巧みなトークで場は盛り上がった。世は主導権を取り戻せたな。取り戻せたであろう。であろう。世ものぼせてろくな話題が浮かばなかったが、なんとかなったのでよしとしよう。しかし、この浴槽のデザインは失敗したかもだ。もっと大きく作っておれば、そなたと入れたもの。うむ、そうだ。この戦いが終わり、セラフを統一した暁には、大浴場を作るとしよう。町一つを浴槽に見立て、七つの海を模した大浴場と大サウナ、そして南国の美味と美女。要は自分の才能が怖い。一つの町を湯のために使うなど、時の皇帝ですら考えぬこと。まさに娯楽の殿堂。そうであろう、奏者よ。温泉のための町。うむ、温泉街ドムスイグニスと名付けたい。